23年3月14日ホワイトデーです。チョコレートをくれたみんなありがとう。これは川島真織からのお返しだよ。ハッピーニューイヤー。ハッピーホワイトデー。ハッピーなのか、なんていうか、メリークリスマスはメリーさんだけどさ、なんとかホワイトデーみたいなね、ね、今年はねバレンタインもさることながらホワイトデーにあんまり地球にいないのかな、うん、もう宇宙だからねこれね、だからあんまりそういうのないんだけど、こう感謝の気持ちはね常にあるからね、うん、いつもありがとうっていう感謝の気持ち、ね、あるからね、うん、でホワイトデーってもともとね、そのなんていうの、日本の風習みたいよ、うん、ホワイトデー、もともとバレンタインデーっていうのがその愛をね、あの前のバレンタインの時の動画に言ったその伝える、
ためのね。だから別にその男性女性関係なくこう、ね、プレゼントを渡してこう愛を伝える日っていうことだったんだけど、日本ではなぜかねこうチョコレートを女の子女性から男性、そしてホワイトデーに男性から女性を返しにしましょうっていう、なんかそういう形がね、まあバレンタインの時やったけど、そのお菓子メーカーのねその売り文句みたいなのがそのままの形になっちゃったんじゃないかと、うん、言われてるけどね。ホワイトデー今年はね地球にいないけど、この間地球に行ったらね、そのチョコレートとかプレゼントとかね、の数よりも花粉の数の方が多かった、うん、花粉はまあ若い頃結構避けてたんだけど、最近はちょっとね老眼激しくてね見えなくなっちゃった花粉がね、うん、PM2.5 もさらにねちっちゃいから、うん、余計気になるよ今ね、全部食らってるから今全断命中、うん、いよいよやばいよ、こう体中の水分が全部鼻から出ちゃうんじゃないかっていうぐらい出てるね、うん、みんなも気をつけていいよね、避けられる人こう避けてるといい、こうスウェーとかこうダッキングとかこんな感じでね、あんまりこう道路で避けてると車にひかれたりするから気をつけてね、うん、じゃあ感謝の気持ちは本当ね忘れてないから、うん、ありがとう、あそう日本人はねこう愛を伝えるのが苦手だからこういうのを作りましょうみたいな感じだったのかな、3月14日、うん、ね、会場で会おうね、会場で会ったらおじさん常にありがとうって言ってると思うから、うん、それホワイトデーのあれだと思って、うん、あなんか来た、うん、ほいじゃあねまた会場で会おうね、バイバーイ。皆さんこんにちは、今日はホワイトデー、oh, yeah. 楽しい一日をお過ごしください。僕からはプッチンプリンをあげます。プッチンプリンで癒されてね。ではみんな